ソニックブラストヒーローズダッシュ筐体ソニックブラストヒーローズとはタイトーが2011年に販売したゲームセンター向けの体感ゲーム機でソニックブラストマンを題材としたパンチングマシンの最新作であるアップデート版のソニックブラストヒーローズダッシュも販売されたソニックブラストマンが主人公のパンチングマシンとしては3作目タイトーが発売するパンチングマシンとしては ハードパンチャーはじめの一歩以来10年ぶりの5作目となる。本作では従来から問題視され続けてきた安全性を追求し最新の技術を搭載することでプレイヤーが安心して爽快感を楽しむことのできる作りとなっている。本作ではト東が発売したパンチングマシンの前作ハードパンチャーはじめの一歩の基本的な機能を引き継ぎつつ 主人公にソニックブラストマンを起用し、かつて発売したソニックブラストマンの各ステージでの名場面等を高画質の CG を使いリメイクしたものとなっている。本作でプレイヤーが選択することのできるステージは対等のパンチングマシーンが一作ソニックブラストマンで登場したステージと本作より登場のオリジナルなものを合わせた5つより構成されている。ただし、 ステージ3のみは完全にオリジナルなものへと変わっている。ステージ1は旧作では女性を襲うモヒカン頭の属だった。ステージ2は旧作ではベビーカーとの接触を回避する内容が含まれていた。また、ステージ4のターゲットは旧作では巨大なカニだったが、今作ではクラーケンに変更されている。ありがとうございます。